皆さん。いや、マトリックスアーフレート、一生ネタに使われますね。使ってください。<laughs> で、今回はね、ネタですよね。き、昨日僕、あの、親にプレゼントした車が納車されまして、一緒に見に行って、で、えっ、ー、と、まあ、納車して、で、帰ってきたわけなんですけど、あーそれをね、インスタに投稿したんですよ。写真ちょっと撮って。めちゃくちゃ反応良くて、 あの感動しましたとかね、泣きそうになりましたとかね。まあ、ちょっと真面目に文章も書いたんですよ。いつも書いてないですけど。まあ、何が言いたいのかっていうと、要は一つの出来事、例えばその僕は親に、自分の親に対してね、一つのコンテンツ、一つのプレ,プレゼントっていうコンテンツを提供しました。じゃその一つのコンテンツをシェアすることによって、ないろんななんか喜びだったりとか、面白さだったりとか、 まあ泣きそうになりましたみたいなのもいただきましたけど、まあそれを届けられるわけですよ。これがポイントで、だから、なんだろうなあ、楽しいをシェアする、幸せをシェアしていく、面白いをシェアしていく、うん、なんだ、悲しいをシェアしていく,していく、えー、怖かったっていうのをシェアしていく。でこれによって、今はお金を稼げるようになったんですよ。昔はシェアができなかったわけですよね。 だから、この概念をしっかり入れて、まあ、それをビジネスとしてしっかり使えるか使えないか。で、あの、変わってくるんじゃないかなと思いますね。大きく。で、この概念があれば、もう本当に生きてるだけで丸,丸儲けっていうことを字でいける。字でいけますね。要は、あの、上司、例えば、上司になんか言われたっていうことで、ムカついたっていうこともシェアしたら、それが面白くなったりとかね。なんか、なるわけですよ。 でも、それをとどめてたら、一人で終わりなんですね。自分が苦しいだけで終わりなんですよ。例えば、じゃあですよ。今日こんなことを上司に言われて、これってどう思いますみたいな。これって絶対、ドア開いても10対0で上司悪いですよね。みたいな動画を撮ったとするじゃないですか。で、もしそう見てくれてる人がね、確かにそうだみたいなね。頑張れみたいな。じゃあ応援してくれたらどうですかあ、じゃあ頑張ろうかなってなるじゃないですか。とかね。 何でもいいんで、なんだろうな。まあ、シェアしていくっていう考え方ですね。シェアする概念。これがあると、もう本当に今は勝てますね。勝てる。うん。でもこの概念がない人は難しいですね。だってコンテンツが自分で終わりなんで。その拡散されないので。自分で楽しい。自分で苦しい。自分で、だな,なんだ、なんだろうな。自分で完結しちゃうので。 横の広がりがなくなっちゃうのででも今はそのテクノロジーが進んでねいろんな媒体インスタグラムフェイスブック YouTube ツイッターいろんなところでそれをシェアできるわけですよいや吉田さんそれはあーのー自分の幸せは自分でとどめといた方がいいよそれは自慢するものではないよとでもね世の中で自慢する人がいなくなってしまったら夢や希望なくなってしまいますよねテレビ番組でもお金持ちになった人の富豪の家とかね 全く放送されなくなったらお金持ちになろうと思う人がいないですよねじゃあお金持ちになろうと思う人がいなければ起業する人もいないだろうし、えー、世の中にサービスが生まれなかったりする可能性も高いだろうし分かりますそういうのを僕たちはメディアを見てあ影響を受けますでもちろんその影響を受け続けてそ,そ,それになんか自分軸じゃなくて他人軸であの生きていくのはしんどいんですけど影響されてそれが なんかだからそれをうまく使うってことですね。うん。俺も頑張ろうみたいな。例えば矢沢永吉さんのね、あのもう,もう70ぐらいなのかな。あの永ちゃんの姿を見て元気もらうわけじゃないですか。あんなもう70から元気出せみたいな。どうすか <laughs> な。なんだろうな。あのー、まあ、この概念をね、入れられるのは非常に難しいかもしれないですけど、まあ、もしお金稼ぎたいんだったら、あの、どんどんやるべきですよ。 まあ,あとはそこに対してどういう価値観を、うん、捨てられるかですね。今までの価値観がある人は多分できないでしょうね。うん。いってらっしゃい。